それでは続いてのブースに参ります。企業名とお名前をお願いいたします。はい、アンファッジの小西です。よろしくお願いいたします。はい、このアンファッジのライダーの小西さんという、ね、そうですね。はい、はい、さあ、今回ですね、このアンファッチの、商品、このウェアの方ですね、ライダーの小西さんが着ている商品を少し説明をですね、詳しくしていただこうと思うんですが、小西さん、実際にこれ着て、はい、今回のシーズンもう滑られたんですか？うん、そうですね、ずっとこれ着て、はい、滑ってますね。ちょっと特徴、今年というか、はい、まあ、このウェアの特徴を教えてもらっていいでしょうか？はい、今までやったアンファッジのラインともう全く違くて、生地 もうこれ専用に新しく作ったオリジナルの素材なんですよね、アンファッジの。で、はい、こっちのよりちょっと薄くて、なるほど、はい、軽い、なるほど、でストレッチ性のある素材で、なんだけど糖質性がすごい高くて、糖質性って分かります？糖質性どういった糖質性って、はい、その湿気を逃がす機能ですね。結局、はい、ここで中では保温がしすぎてしまうと、そう、暖かすぎると蒸れて中で結露しちゃうんで、その湿気を出す機能がすごい高い生地を使ってるんですよね。なるほどですね。はい、実際にその、まあ、バックカントリーなんかのハードなやつをするとやっぱり暑さってすごいですね。そうなんです、そうなんです。これこの冬にトリップでそのパキスタン行って100キロ以上歩くっていうトリップ計画してて、ちょっとコロナで伸びそうなんですけど、来年にそれに耐えうるジャケットウェアを作りたいって、まあ、ここの代表にと相談して、まあ、じゃあもう生地からやろうみたいな感じで、すごいですね。いろいろ生地を作って、で、まあ、糖質性高いとこれをもう着たまま結構激しく歩いても汗全部逃がすんで寒くならないんですよね。やっぱなんで寒くなるかっていうと、はい、もう湿気が、うん、汗が冷えてやっぱ寒くなっちゃうん で、ね、うん、その辺の機能を一番こうなんか気にして、やっぱりそのね、そのまあ滑られてる時に、うん、やっぱりそれが非常にやっぱり感じたから、それをお伝えして、そうですね、そのこのアンファッチはそれで、うん、あの改善をされたと。そうです、そうです、なるほど。特に今回このやつで気をつけてやったこと、それ以外には何かありますか？まあ、やっぱ軽さはこだわりたかったんで、やっぱ歩く時間長いと、はい、やっぱ重さがこう一歩一歩踏み出すのもしんどいとかあるし、まあ、もちろん滑る時にも動きやすいのがあるんで、はい、あとはまあサイズ感とか、なんかまあ細かいこと言えば、チャックをもうちょっと広くするとか、本当襟をもうちょっと高くしようとか、まだ調節もう続けてる感じなんですけど、今回また小西さん選んだこのカラーリングなんかも、はい、こういったのは何かこだわりは？そうですね、まあ、まず黒だと間違いないっていうか、あともうワンカラーあるんですけど、ちょっとまだサンプル来てなくて、はい、なんで、まあ、黒はまあ間違いないかなって感じで、シンプルで非常にかっこいいものと、はい、あとまあこちらの方にもね、はい、たくさん、カラーリング、こちら素材が若干違うというふうに、ね、そうですね、ちょっとお話しされてましたけど、はい、こっちは前からある素材で、はい、ちょっとだいぶね、普通のスノボードウェアかもちょっと厚みあると思います、はい、ちょっと硬いなって感じすると思うんですけど、それはもう耐久性、そんな感じ、はい、をすごい重視してて、あの耐久、あと暴風性、風がどんなに吹いても通さないんで寒くない、でもちゃんと糖質性も、さっき言った糖質性も、まあ、こっちほどではないですけど、はい、十分高い数値出してて、そうですね、はい、そのやっぱりちょっとハードにやられたい方などはこのアンファッチのこちらが非常におすすめですけれど、やっぱり今あのバックカントリーも流行ってきてるんで、はいはい、そういう方たちにはこういった全然こっちでも、はい、あれはもうマニアックなものだと思ってもらっていいで、ライダーの方が着られるんで、やっぱり、はい、そういった先ほど言った暑さもね、はい、逃がすという、はい、いい意味のものになってますよね。はい、うん、こんぐらいやっとかないとダメでしょぐらいな感じはやっぱします。普通に滑る時でもやっぱこんぐらいのちゃんと機能を持ったものを着た方が皆さん快適にスノーボードできると思います。はい、それではですね、小西さん、今年最後、はい、まあ、あのこのアンファッチを着てどんな、はい、ライディングをしたいですか？そうですね、やっぱ僕あの写真とかも僕なんですけど、はい、まあ、パウダーから、まあ、春先もやっぱこう糖質性すごい重要になってくるんで、まあずっと、まあ、雪なくなるまで滑りますけど、はい、楽しんで皆さんも楽しんでいきましょうって感じですかね。はい、小西さんね、はい、あのこのアンファッチの、ね、ブランド、はい、非常にあの素晴らしい性能だと思います。はい、ありがとうございます。本当にありがとうございました。ありがとうございます。